世界でナンバー1とも言える通常動力型潜水艦を建造する非凡ですが、昨今輸出の話が出てきている。そこで、今回は国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した話を詳しく見ていきましょう。設計上では1000メートルはいけるんですが、なんと攻撃もできる設計です。ただね、六門が開いたらどうなんだろうね。ちょっと気になる。大芸型で充電時間がさらに短くなっているこれは恐ろしいよね。日本の防衛省で運用している国産装備品の中でも、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は、自他ともに認める世界トップクラスである。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは、1960年に就役した通常動力型潜水艦、親潮を皮切りに、薄潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして、現時点で、海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双流型が生まれてきている。この60年以上にわたって、大東亜戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による先行進度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しい。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦となる。大芸型潜水艦の艦体は、基準排水量約3000トン、全長 84.0M、最大幅 9.1M、深さ 10.4M の規模で、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双流型と比較しても、一回り大きくなっている。艦隊の大型化とともに、双流型の10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって、艦内の拡充化も進み、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなどして、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した偽装が行われている。また、外観上の特徴として、双流型から採用された X 舵が踏襲されており、従来の潜水艦における後舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵では、4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置され、4枚の舵すべてが、回答と姿勢制御に関係している。そのおかげで、艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が、何らかのダメージを受けて損傷したとしても、他の3枚でカバーすることが可能であるため、冗長性にも優れ、さらには機、底時、シム座時、接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加された。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦、アルバコアで X 舵が装着されて、試験が行われたことがあるが、アメリカ海軍での採用は、操作性の問題があるとされて、実用化は見送られていた。一方で、ヨーロッパの海軍を中心に、採用例が多数あり、スウェーデン海軍では、1960年代末のシェーオルメン級から、すでに X 舵が採用されていた。また、船体構造においても、新機軸として浮き課題が採用されていて、これは、世界でも、多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板、フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できるらしい。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦、大芸、2番艦、枠芸、3番艦、神芸までは、川崎重工業製の 12V2525SB ディーゼル機関2機が積まれており、潜航中は、高出力リチウムイオン蓄電池によって、一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて、水中最大速力20ノットで潜航できる。双流型においては、10番艦の双流まで、潜航時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたが、AIP は、出力が低くて、
潜航時には4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には、従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式を用いなければならない。防衛装備庁では、次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年から取り組んでいて、この蓄電池を使うメリットとしては、従来の鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返されるミツル放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量の低下も抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、たくさんの優れた特性を持っている。中でも、満充電に関しては、鉛蓄電池の場合は、発電機の出力に余裕があったとしても、低い電流量でしか充電できず、さらに、満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは、危険が伴うため不可能であった。それに対して、リチウムイオン蓄電池では、それらの制約がないことから、潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため、潜水艦への搭載は困難だとされていた。そこで、日本の企業と防衛装備庁が、リチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能とした。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は、双竜型11番艦、オウリュウに搭載されることが決定し、その採用にあたっては、スターリング AIP システムを保留して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討された結果、後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航ができるようになった。また、タイゲイ型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知レベルがアップし、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置潜水艦情報管理システム機関ネットワークシステムの採用によって C4 アイスターにおける情報処理能力も向上している。それらの他に大きな変更点としてあったのが潜望鏡である。潜水艦といえば、映画などでよく見かけるのは、艦隊の頂部から出てくる潜望鏡があって、それを上げて、艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、タイゲイ型では、その光景が見られないのだ。既存の潜水艦には、捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているらしい。光学式潜望鏡とは、セイルから頂部の発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える危険性があった。しかし、双竜型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が、タイゲイ型では2本搭載されることになり、潜望鏡の先端にあるカメラによって撮影された映像が、発令所の大きなモニターに表示されることで、複数人が、同時に、海上の状況や目標を確認できるようになったため、より、識別や判断の精度が高まったのである。また、従来までの光学式潜望鏡は、セイルから、発令所までを、1本の筒が貫き通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点があったが、非貫通式潜望鏡では、カメラによって撮影した映像は、配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫き通していないことから、艦隊の強度を高めた。中国との有事が発生した際には、このタイゲイ型通常動力潜水艦が、中国海軍の大きな脅威となるだろう。
改修工事を行った護衛艦ヒューガ、型と出雲、型は空母となりました。この2艦の誕生によって、日本の空母は4隻体制になるようです。4隻の空母を保有する意味と、2タイプの空母の存在の意味について、合わせて戦闘機搭載に関しても議論されている状況について見ていきたいと思います。まずは、空母が4隻になる意味について考察します。単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイル搭載16セルのヒューガと伊勢は、別の意味でヤバいですね。2015年平成27年10月、3年に一度の海上自衛隊の観艦式が行われました。これは、海自最大のイベントで、当時、最大の目玉となったのが最新鋭護衛艦出雲の初登場だったのです。出雲は、同年3月に就役した全通飛行甲板の航空母艦です。海自の航空母艦としてはヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目ということになります。それだけではありません。出雲はヒューガ、型と比較すると、一回りも大きく、自衛隊では、最大の艦艇になったのです。同年8月には出雲、型2番艦加賀も、進水、偽装作業が完了して、11月に試験航海が行われました。加賀が就役したことで、海上自衛隊はヒューガ、型と出雲、型それぞれ2隻ずつ、計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、ドッグ入りして整備する期間、乗員の訓練期間、実戦投入が可能な期間が必要ですし、それぞれの期間が3分の1ずつを占めるため、4隻体制になったことで、常時1から2隻の航空母艦が即応可能という体制が取れるようになりました。しかし、身のところヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力は少しですが、異なっているのです。詳しい人の中には、この2艦は護衛艦で、航空母艦ではないと思っている人も多いでしょう。しかし、それは誤解です。海事における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を持った艦艇に与えられる艦種で、一般的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する用語になっています。具体的に、金剛型や愛宕型は、護衛艦でありながら、一般的にイージス艦と呼ばれているのと同様、ヒューガ、型や出雲、型も、実際は航空母艦と呼ばれているのです。護衛艦ではありません。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢は、出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は、SH-60J、KC ホーク哨戒ヘリコプターで、同時に、3機を発着艦させる能力を持っていますし、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能ということです。ヒューガ、型の主な任務は、敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦です。そのため兵装は多くなります。一例ですが、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを搭載する16セルの垂直発射装置 VLS を持っていますから、航空母艦としてはかなり重兵装ということがお分かりでしょう。一方、出雲、型の出雲と香川ヒューガ、型より一回りも大きく、SH-60J、K は5機同時に発着艦可能ですし、格納庫内には15機も収容可能と言われます。しかし、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は搭載していません。最低限の自衛用兵装しか搭載されていないのです。攻撃されても反撃できないということです。つまり、敵潜水艦への攻撃は、哨戒ヘリや両艦にお任せということになるようですね。とはいえ、出雲、型は対戦能力重視型のヒューガ、型に比べると、広範な任務に対応できる本格的航空母艦としての機能が重視されているそうです。身軽なので、汎用性に富んでいる艦艇ということになりましょうか。例えば、この2艦には、手術室と集中治療室がありますが、病床の数が違います。ヒューガ、型は8床、出雲、型は35床です。そのため、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点として、出雲、型が優先されると思われます。
そして、出雲型の方が飛行甲板も広いので、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利なのです。あくまでも、どちらが、その能力が高いかという話で、日向型が上陸作戦拠点となることも考えられるので、出雲型が対潜作戦の中核としての役割を担うことも可能なのです。日向型と出雲型の両艦は、どちらも SH-60J-K 以外にも、大型の輸送・掃海ヘリコプターが艦載できますし、必要に応じて、陸自のブラックホーク、ヒューイ、チヌーク、そして、知名度の高いオスプレイの運用まで行えるのです。一方、パッと見空母のような大隅型ですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化している艦です。ヘリコプターの発着艦も可能ですが、格納庫がなく、固定の艦載機もありません。つまり、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないのです。中国を筆頭に、日本を取り巻く九州離島環境の安全保障について、最大の課題が浮上していることはご存知ですね。これを解決すべく、非凡湾海兵隊、水陸機動団が発足しましたが、海上輸送力の確保が懸念されていたのです。有事の際には、空からの輸送が考えられますが、大量の人員や装備を運ぶとしたら、海上輸送に頼らざるを得ません。その場合、必ず投入されると見られるのが輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか保有していなかったので、輸送力と高速航行力を併せ持っている大型輸送艦を切望していたのです。政府も、1990年代のカンボジアなどへの PKO 派遣に鑑みて、大型輸送艦の必要性を痛感していたので、大隅型3隻の建造を許可したというわけです。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開し、L 客集艇や輸送ヘリによる揚陸方法を採用することになったのです。L 客集艇とは、アメリカ海軍でもよく目にしますが、最高時速 92km で、戦車1両または大型車両3から4台を一度に海岸まで運ぶことが可能です。大隅型は、陸上自衛隊1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面で花な3式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの旧丸式戦車でも18両が搭載可能ですから、計算上は、大隅型が3隻で1個連隊規模の輸送ができるということになります。また、海自艦艇としては初の全通式甲板ですから、CH-47 輸送ヘリのように、大型のヘリでも離発着が可能ですし、改修工事を行ったので、オスプレイにも対応できるようになったそうです。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能はありませんから、アメリカの強襲揚陸艦などに比べれば、航空運用能力は極めて限定的だそうです。しかし、この艦の収益時は、空母や強襲揚陸艦ではないかと指摘されたとか、格納庫もなく、車両用エレベーターしかない大隅型は空母に離れないし、回収して無理くりスキージャンプ台を設置しても、22ノットという速力と全長 178m では固定翼機を運用するのは、どう考えても不可能と考えられます。実は、格納庫がないというのは、非常に重要なポイントになります。これをもって、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦という艦艇に分類されているという理由になるのです。空母や強襲揚陸艦という表現は、どうしても国家の威信や財力の象徴として考える人も多いようですね。注ぎ込む予算が違いますし、完成したら仰々しく公開したり、進水式を行うようですから、国を背負っているという空気感は強烈です。そうした風潮はすでに強くなっているようです。日向型、出雲型に艦載する予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論をしているらしいですよ。購入数を増やすつもりなのか、ライセンス生産して、日本がコア部分までタッチできるようにしたいのか、全く不明ですが、
巨額予算の使い道は、しっかりと開示してほしいものですね。IHI 社製造の XF9 エンジンが世界を驚愕させる数値を叩き出したのは、X2 戦闘機新進でのテスト飛行の燃焼テスト時でした。現在、日本、イギリス、イタリア3カ国での共同開発計画が進んでいるそうです。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発による F3 戦闘機開発について見ていきましょう。日本、イギリス、イタリアの3カ国は、2022年12月9日、次期戦闘機共同開発協力として、グローバル戦闘航空プログラム GCAP の共同首脳声明を発表しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発していく予定とも述べたのです。同時に、防衛省が発表した、同省とアメリカ国防省による共同発表の中で、日本とアメリカが次期戦闘機開発に協力体制で臨むとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても2カ国で連携していくと明らかにしたのです。実は、日本がアメリカから離れて、イギリス、イタリアとともに次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと不安の声もあったそうです。確かに、これまで自分の下にいた日本が、他の国と協力するというのは面白くないでしょうね。とはいえ、アメリカにすれば、これまで自分たちが率先してきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が減ることになります。また、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減りますから、中国やロシアなどに流出する危険性が減るということもあって、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体になる企業を紹介します。機体関連は、日本は三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当します。エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールスロイス社、イタリアがアビオ社です。電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアはレオナルド社がそれぞれ取りまとめ役となって関連する企業の動きを統括していくということです。この GCAP によって開発される次期戦闘機は空自では F2 戦闘機の後継機になり、イギリスとイタリアではユーロファイターの後継機として位置づけられるようです。3カ国で約300機の需要が見込まれているようです。日本は将来的な兵器の海外輸出解禁を視野に入れながら、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって製造・販売数が増えると期待されるので、経費削減も見込んでいるようです。他にも、兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉でも優位に立てる可能性があると見ています。いいことばかりをピックアップしているようですが、虎ぬたぬきの川山陽にならなければいいですけどね。イギリスもイタリアも一筋縄ではいかないと思いますよ。実は、日本は、これまで、装備の大半をアメリカから購入してさせられていました。アメリカとの関係を鑑みたためか、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先候補に選んだのですが、アメリカ側は、戦闘機開発の肝とも言える革新的技術をブラックボックス化して、日本には公開しなかったので、回収は、元より、
修理すら自由にできないという不便を強いられていたのです。簡単に言えば、高い金を払った客の要求を無視したというわけです。しかし今回は違うようですよ。革新的技術を隠さない方針のイギリスとの共同開発なので、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。一方のイギリスにとっても、日本との共同開発でのメリットは大きいと推測されます。理由は、フォキャストのヨーロッパにおける主導権争いがあるからです。シェア拡大を望むイギリスは、アジアで日本を取り込んで、販路を少しでも拡大したいという思いがあったようです。そして、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたという理由もありました。高級自動車で有名なロールス・ロイス社ですが、エンジン開発においては定評があり、ユーロスター・タイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 開発など、様々な航空機用エンジンを開発しているメーカーでもあります。しかし、テンペスト計画では、コンパクトかつ大出力のエンジン開発に苦戦していました。この計画で要求されるエンジンのスペックは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上で、タービン入り口の温度が 2000°C 以上となるので、タービンには高温への耐性が必須なのです。同時に、ユーロファイタータイフーンの EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のアビオニクス用の膨大な電力を賄うことも求められていました。ロールス・ロイス社は、2021年12月22日、次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を日本と進めると発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に重要な一歩となり、将来的には、両国で多数の雇用を発生させる可能性があると、同社は日本とイギリスそれぞれにメリットがあると強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発は、2022年4月から開始するとしています。イギリス政府は、この計画に、3000万ポンド、約45億円を初期投資した上で、実証機製作には、2億ポンド、約304億円を拠出する計画であることも公表しました。一方の日本政府は、2022年度予算案に、次期戦闘機開発費として858億円を計上しました。次期戦闘機開発エンジンについては、IHI 社がプロトタイプとして XF9 を製作、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験を行い、良好な成績を収めたと言われていました。この XF9 は、タービン入り口温度 1800°C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には、最大で15トンを発揮するとされている高性能エンジンです。とはいうものの、防衛省は、さらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げたというわけです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機より上を行くステルス性を持つ第6世代としてのスペックが要求されています。そのため、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、兵装を、緑化のハードポイントに吊り下げることはできません。となると、機体のウェポンウェイに搭載することになるので、どうしても機体が大きくなってしまうのです。また、この機体は、大きな推力を得るため、双発エンジン戦闘機として設計されるので、大型化を避けることはできません。さらに、2020年の国会質疑で、当時の防衛大臣が、次期、戦闘機は、F-35 より、多くのミサイルを搭載すると発言しています。となると、収納するウェポンウェイの容量が必要になりますから、戦闘機は、かなり大型になると予想されていました。ですから、XF9 は、さらに、コンパクトかつハイパワーにしなければならなくなったのです。これが、テンペストに、搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回のロールス・ロイスとの共同開発の話が持ち上がったと考えられているようです。防衛省は、現在、航空自衛隊が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、
ロッキード・マーティン社製の F-35 A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直、短距離離着陸型である、F-35B を42機導入する計画を進めています。しかし、中国やロシアは、第5世代ステルス戦闘機の開発を進め、着々と、実戦部隊への配備数を増やしているそうです。となると、それらを、数ではなく、性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。量より質ということでしょう。次期戦闘機開発に関わる国内企業が、イギリス、イタリアとの技術協力によって、ジェット戦闘機開発のノウハウを習得すれば、今後の兵器開発に大きく貢献するだろうと期待する声もあるようですね。2022年12月9日、日本の FXF9 に戦闘機の代替となる、次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新しい戦闘機の共同開発を行うと計画が正式に発表した。日本の防衛省は2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれている。開発は FXF92 のように日本側が表面上は開発の主導権を握ることになっているが、やはりアメリカとの共同開発というのが最も可能性が高いと見られていたのは事実である。その場合には現在使用している第5世代戦闘機である FXF922 ラプターや F35 ライトニング2を送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたが、2020年末頃から他の案が囁かれ始めたのだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだ。テンペスト計画には、初めから、日本の参加を歓迎する雰囲気があったようだ。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に、日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われている。実は、この時期に、フランス、ドイツ、スペインの3国が進めている、フューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からも、イギリスは、自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたのだ。これに対して、日本も、次世代戦闘機開発には、自国の都合を最優先できる、技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる、利害関係が一致した形になったことから話が進んだ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は2022年1月に新たな戦闘機に搭載することを前提にした機関部開発を共同で行う実証事業が開始された。そしてイギリスからは高級車を扱うロールス・ロイス社、日本からはIHI 社が参加することになった。このロールス・ロイス社は、テンペスト計画で、機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている、機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている、世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけない。やはり、自動車製造企業というイメージが強い会社であるが、実は、エンジン製造に定評のある企業なのだ。しかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールス・ロイス社は、開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが、2023年に入っても聞こえてこない。2021年1月下旬に、幕張メッセで開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、
空気の吸入量が毎秒 100kg 以上。タービン入り口では、2000都市以上の高温への耐性等が見込まれていた。当然、これらの過程で、機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から、機体そのものを隠すことも、同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならない。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には、兵装にも使う想定となっている。イギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を請け負った IHI 社でも、次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台は、できているようだ。それが、日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が、2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンである。これは、2008年度までに同社が開発してきた、ターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言ってもいいでしょうね。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、機区分を大きく分けて、3段階で進められていて、第1段階は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートした。第2段階は、2013年から2017年にかけて、主要部分に加えて、吸気口のファンや、低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの、必要な要素をすべて網羅させた。第3段階において、一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて、第1段階、及び、第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが、試作機の XF9-XF91 エンジンとして、完成に至った。IHI 社が製造した、試作機の XF9 エンジンは、2018年6月に、1機目が、防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって、動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていった。XF9 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる、2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800°C という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認された。この XF9-XF91 エンジンのサイズは、全長 4.8m で、ファン入り口部分の直径が 1.0m で、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては、女王型の部類になり、使用と性能は世界基準に達している。例を挙げると、FXF935 ライトニングに戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされている。XF9-XF91 エンジンの方が F135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるが、XF9 は双発で、F135 は単発といった相違点があるので、優劣をつけるとすると、何とも言えない。しかし、あくまでも、XF9-XF91 エンジンの試作機ということから、こういった数値は、地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると、
高いパワーを持っていると言えるでしょうね。アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で、最適な性能を引き出すために工夫されたものである。しかも、前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりも、XF-9 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできる。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて、運用の幅を広げることに役立つこと間違いなし。日本では、IHI 社の匠たちのたるまぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF9 エンジンの製作ができたことで、また、世界中が欲しくなる技術を知らしめることになるだろう。イタリアのレオナルド社と、イギリスのロールス・ロイス社と、日本の IHI 社が、共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術が、どのように活用されるのかについても、注目していかなければならない。